本当は知りたい、もっと聞きたい、サッカー業界マル秘トーク、ここだけの話ですよ。あなたが選ぶ夜のストライカー選手権をつけて組み組みにしただけでしょ、それどこだったんですか。すごい可愛がってもらってて、はいはい、うん、可愛がってもらって、ね、可愛がってもらってて、まあまあ本当に恩義しかない、恩義しかない、うん、多分彼は僕らを遊ばせることに、あの 1,2 年で余裕で1000万単位のお金使ってる。へぇ、そう。で、あるワンナイトね、ワンナイト、ワンナイト、うん、電話かかってきて、うん、まあ行ったらカラオケ屋さんに、はいはい、ここじゃないですよ、カラオケの鉄人さんじゃないです。当時そんなことしてませんよ。当時ね、カラオケ屋さんに通されて、はいはいはい、何回上がってこいと、はいはい、上がってこい、上がりますと、はいはいはい、したらまあお城上がってこいですね、これ、うん、そう、上がってったらそのフロアはね、4部屋って、そうですね、ね、どこでもいいから入って遊んでってと、どこでもいいから入って遊んでって、うん、歌ってってじゃなくてね、うん、で、何のことかわからないでしょ、はいはいはい、で、ガチャって開けると、はい、あの、この字型のソファみたいな感じになってるのに、まあ、10人ちょいぐらいの女性陣と、まあ、男の男子は何人かの、うん、状態の中から、はいはいはい、要はその自分が、あ、この子可愛いと思った部屋で、あの、まあ、歌ってきなさいよと、歌ってきなさいよなら大富豪でもやってきなさいよと、そう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 、ね、うん、でその後はもうおの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 お任せしますよと。なるほど、うん、それ部屋変わってもいいんですか。全然良かった。すごいな。こうやって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 、そうそう、で、ね、とりあえず、まあ、全部屋見させていただいて、やっぱ見たんですね。見させていただいて、はい、見ました、はい、うん、はい、見ました、はい、で、まあ今俺だけかな、2杯目なんだけど、はいはいはい、そんな強くないから、普段もそんな飲まない人なの、はい、飲みに、はい、あの、はい、そういう場合行っても、はいはい、でも、まあ、そのとにかく、ね、1人じゃあ自分で気に入った子がいたら、で、意気投合したら俺のとこ1回来いって、うんうん、お城さんが、あ、お城さんが、報告に来て、もうさ、おむついて食い物だけでも書いてさ、お城さん、報告に来てんの。そう、お城さんはどこにいるんですか。その部屋、どっかの部屋にいるんですか。ね、お城さんはね、いや、定食館、定食館どっかの部屋に多分いたはず、うん、はいはいはい、で、次から次にいろいろ、来てたからみんな、はいはいはい、順番に皆さんいらっしゃって、そう、なんか来て、順番に、うん、で、まあ話、いや、俺ちょっとあの、この子と出てくるわみたいな話を、はい、話をするでしょ、はい、そうすると、1万円もらえるんだよ。どういうこと、払うんじゃなくてもらえ、うん、何でもらえるんですか。まあね、タクシーに乗ってもよし、あ、そういうこと、そこまで面倒見てくださる、そこまで面倒見て、すごい、顎足ってやつですね、すごい、っていうのを、枕もついてたこれね、うまいこと言っちゃったこれ、うん、これね、よそ向いてもね、ちゃんと取られてくれるから知らんふりしたのに今で、二十歳の俺は、うん、ストライク、当時独り身だった俺は、はい、当時手取り屋だった俺はストップしました当時多分夜休憩ないんですよ。二十歳の俺は、今あの全部ピーディだった。どこを聞いてる？人それぞれ。わかるじゃないですか。うん、ちょっとタイプ変えるんです。大丈夫です。大丈夫。ナイトがどこだったか聞いたことある。その庭でなんか芝木がもうなんかね。芝木って誰のこと言ってるんですか。俺のことじゃないかこれ。まあいわゆる女の子は。番組の8割ぐらいが今絞れたくなっちゃった。ちょっと有意義なデータもやってる。数。
これで美味しいもん食べさせてやるな。かっこいい。絶対仕事来ねえな。